株式会社キロメートルモビリティサービスはバス事業を営む企業。国際自動車株式会社の100%子会社。以前は国際自動車の直営事業としてバス事業を行っていたが2009年の持ち株会社化に伴い株式会社 KM 観光へ分社を行い2013年5月に KM 観光バス株式会社に社名変更。 2021年4月より現社名となった。観光バス事業は東京を代表する大手事業者の一つとして高級観光バスの導入に積極的である。1995年に旧藤田観光自動車を2016年にニュー東京観光自動車を吸収した。また、京都地区については元来京都支店にて運行していたが、これは 京阪電気鉄道に譲渡され、同社参加の京阪国際観光自動車となって、キロメートルは京都から撤退していた時期がある。現在の京都支店は1968年に京都バスから事業譲り受けして再発足したものである。また東京や坂観光バスと共同で、三越伊勢丹日光トラベル主催のバスツアー、三越伊勢丹プレミアムクルーザーを運行する。 特定バス事業として、シャトルバス、無料送迎バスを中心に、以下の契約輸送を担当している。当社の路線バス事業については、前身の国際自動車時代に1947年より、カンガバスと称して、館長職員専用乗り合いとしての特定免許を受けて、運行を開始したが、一般乗客も多く便乗したい方行為が行われたため問題となり、 1952年一般社の便乗が禁止。1954年には、カンガバス事業が東京都に買収され、都営バスの一般路線となった。2012年から東京都内で路線バスの運行を再開、レインボーブリッジを経由する、お台場レインボーバスを運行する。2013年4月から2017年5月までは、同じくレインボーブリッジを経由する。 キロメートルフラワーバスを運行していた。お台場レインボーバスキロメートルフラワーバスから転用されたエアロスターレインボーブリッジを経由し、品川駅、田町駅と、お台場エリアを結ぶ路線バス。正式名称は台場シャトルバス。2012年4月19日に運行を開始した。港区から運行を委託されており、 運行にあたって、港区と台場地区の住民代表、企業代表、KM 観光による台場シャトルバス運営協議会が組織され、運営主体となっている。運賃は大人220円、小210円、1日乗車券、定期券や港区コミュニティバス乗車券の設定がある。一方、スイカパスも東京都シルバーパスは利用できないが、2013年1月17日より、 小払い電子マネー ID が導入された。ID の路線バスでの導入は、那覇バスに次いで2例目となる。さらに2021年9月16日より、スマホアプリリンゴパスによる NFC を利用した、キャッシュレス乗車サービスの実証実験を行っている。終了日を定めない NFC 乗車サービスの実証実験は、交通事業者において、初めての試みである。 車両は専用の日のレインボー2が収益2017年からはキロメートルフラワーバスで活躍した三菱不装エアロスターも転用されている車内放送のアナウンスは富士テレビのアナウンサーによるもので遠藤玲子、山崎裕樹、川端健二の3人が担当した2017年4月1日にルートの再編を行い全車両が 品川駅発着田町駅経由からお台場循環となった。これに伴い車内放送も一新され、釧路めぐみ、松村美代の二人が担当している。田町駅では01系統、02系統で停車する、バス停が変わる。お台場エリアの内品川区、江東区にかかる地区は経由していない。 キロメートルフラワーバス専用車両と A バス次0 1系統が2013年3月31日をもって廃止となったため、同年4月1日から同一経路で新設された系統。大江戸温泉物語バス停を新設する以外はバス停名も同一である。1日乗車券と定期券の設定があり、東京都シルバーパスが利用できるが、 港区コミュニティバス乗車券、スイカパスも等の交通系 IC カードは使用不可である。なお、電子マネー ID が使用可能。国際展示場駅発着については、都営時代は3本、日のみだったのに対し、刑務観光移行後は、浜松町駅、バスターミナル発で18本、日、16本、日へと、大幅に本数が増やしたが、 同年12月2日のダイヤ改正で3本、日、2本、日と減っている。運行開始以降赤字が継続しており、収入改善が困難なため、2017年5月31日限りでの廃止を関東運輸局に届け出た。車両は専用塗装が施された三菱不装エアロスターノンステップバスである。多脚時を考慮して、 他社と同じ大型車となり、お台場レインボーバスの車両よりも収容力を高めると、共に定員を増やした。車内放送は独自のものになっているが、発車の際の放送と降車ボタンが押された、際の放送のみ、お台場レインボーバスと同じく、フジテレビアナウンサーの山崎祐希による放送となる。コミックマーケットや、東京モーターショーなど、 東京ビッグサイトでの大規模イベント開催時は、お台場レインボーバスの車両も、総動員して、直行系統を運行する。運行開始当初は、通常のルートで、確定流場を通過するだけであったが、2014年12月から、東京湾岸ンンアンダーを経由する、大幅なショートカットを実現した。2017年5月31日をもって、営業終了となり、 同経路を引き継ぐ事業者はなかった。刑務観光バスの観光バス2016年3月、現在、貸し切りバス171台、乗り合いバス14台を保有する。三菱不走車が中心で、かつては、日産ディーゼル車や富士重工業製ボディの採用も、比較的、多かった。カラーリングは白地に、ベージュの濃淡を1961年から採用している。 独自装備として、長年、前面に、キロメートルのイニシャルマークをつけた、正方形のアンドンが装着されていたが、枠にとらわれない、バス会社を目指すという方針から、2014年、導入者からは、通常のアンドンを装備している。ー務観光バスの象徴だった、ハイグレード観光バス、ロイヤルサロンカーシリーズは、同社のフラッグシップとして1972年から、 多数導入された。1980年代には、エアロクイン系を中心とした、スーパーハイデッカー車に移行、最盛期には、同シリーズだけで60台近くを要していた。しかし、経営環境や、貸切需要の変化と車両の経年でこれらの、高級車は引退しており、現在は、スーパーハイデッカー主体ながらも、一般的な55から60人乗りの車両が、中心である。 富士田観光自動車の吸収により、同社が所有していた、イスズ社や、日産ディーゼル社も転入したが、一部の車両は、京都支店に転出した。また、富士田時代からの車両は白にオレンジ、赤、紺の塗装で、カメリア、フリージア、カトレアなどの愛称があった。現在は、KM 観光塗装に統一され、愛称も廃された。 また、アンドンもオリジナルのものではなく、一般的な横長のものである。2006年には、日野自動車より、セレが、2008年にはメルファ及びリエッセを導入している。日野車は、旧藤田観光自動車時代には、実績があり、KM 本体でも、伊勢丹シャトルコーチ用に、リエッセを導入しているが、一般化仕切り車としては、初の選択である。2016年に、 KM 観光バスに吸収合併されたニュー、東京観光自動車についても、2013年導入分から、KM 観光カラーとなり、既存車もカラーリングが変更された。アンドンも一般的な横長のものとなっている。2021年の社名変更に伴い、左右側面の後輪後側の社名表記は変更された。ものの、車体後部の創価の、 KM 観光の表記は変更されていない。また、車体側面相下の国際モーターカーズ表記は、分社以前より変更されていない。ありがとうございます。